はい、お電話ありがとうございます。ジャンクショップ平凡です。ちょっとお尋ねしたいんですけども。はい。そちらのお店でオールメイト用の S2 型カスタムパーツって扱ってますか？はい、扱ってます。在庫もございますが。あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。ご注文でしょうか？あ、いえ、その…はい。突然こんなこと言うのもどうかと思うんですけど。はい。もしよかったら、今日お店が終わった後にでも会えたりしませんかね？ああ、いや、なんていうか、ほら、声がね、あなたの声、なんていうか、ずいぶんいい声してるな、なんて思っちゃったりして。いえいえ、そんな、まさかとんでもない、大変恐縮です。あ、ところでお客様、一つ思い出したことがありまして、よろしいですか？実はですね、先ほど S2 型カスタムパーツのお話をされてましたが、今度そのシリーズの新しいタイプを先行で入荷するんですよ。はあ。それでですね、ただいまお得意様だけに特別にご紹介するという形で予約を受けたまわっているんですが、いかがでしょう？おそらく人気商品なので、すぐに売り切れてしまうと思うのですが、今予約していただければ確実にご購入いただけるかと。でももちろんこれはお得意様限定の特別なご案内ですので、ご予約いただければサービスいたしますよ。はい、サービスです。じゃあぜひそれ予約します。かしこまりました。ありがとうございます。それでは今からお客様の個人データをお送りください。はい、ありがとうございました。確かにご予約を受けたまわりました。それでは今後とも当店をどうぞごひいきに。どうも。店長はそろそろかな。
うん、寝るか。どれどれ。囚われの姫？青葉好きあり。好きだらけだな。ダサいのよあんた。悪ガキ！お前らな！ここは遊び場じゃねえって何度も言ってるだろう。学習能力ないのかお前ら。はあ、青葉がエッチなメール見てる。え？おりろバカ。エッチなメール、エッチなメール。青葉変態だ、変態。大人の男って不潔ね。ちげえよ、それはヤバい物の売買をするメールなんだよ。だってこの店モグリだからな。モグリ、モグリ。やっぱりダサいわこの店。ん？よし、変態で不潔でモグリの青葉は逮捕だな。そうね、逮捕。お前らいい加減どけ。ねえねえ、あの棚の上にあるの何に使うのかな。きっと誰かを倒すための道具なんだぜ。怖い、男って野蛮ね。お前らなって、げっ。ああ、もう最悪じゃねえか。
今日の届け先はちょっと遠かったな。ハガさん、遅くなりました、青葉くん。いや、君たち、こんにちは。来てたんですね。いや、あれ取ってよ。ちょっと待ってろ。ちょっと、おりゃ。器用ったら意外と小さいのね。なんだと？こら、君たち、店の中で遊んだら危ないよ。怪我をしてしまうからね。もうちょっと、君たち。もううるさいな。うるさいハゲ。あ。そこで遊んでいらっしゃる子供の皆さん、つかぬことをお聞きしますが、今、なんとおっしゃいました？さあ、もう一回言ってみてください。最初の言葉は、はあ、お腹が減ったから帰る。よし、帰るぞ。帰るわよ。歯の続きは何なんですか、一体。歯がどうしたんです？歯が。ああ、そうだ店長、そうだそうだ、聞いてくださいよ。A パーツの S シリーズの注文が最近また増えてきたんですよ。パーツ。はい、いやー、さすがですね。やっぱり店長の読み通りでしたね。前月より売り上げ 50% 増しですよ。そうですか。そうです、増量です。売り上げ倍増です。売り上げ倍増、それはそれは良かったです。そんなに売れてるということでしたら、もう少しストックを厚くしておきましょうかね。いやー、本当に全く困った子供たちですね。ですね。やんちゃすぎるところさえなければ可愛い子たちなんですけど。ですよね。そうだ、青葉くん。
申し訳ないんですけど、この荷物を発送してきてもらえませんか。今日はそのまま上がって構いませんので。いいんですか。ええ、実はですね、これから急にお客さんが来ることになったんです。だから今日はお店も早めに閉めようと思って。そういうことなら了解っす。それじゃ行ってきます。あとお疲れ様でした。はい、お疲れ様。気をつけてね。レン、起きろ。アオバ、運び屋まで行きたいんだけど、一番早いルートを検索してくれ。了解。東の241通りは検問のために封鎖。バスは点検のために運休。北のターミナルを迂回した方が早い。そっか、サンキュー。よっしゃ、それじゃ行きますか。